ますし、はい、羽生選手は今日はあの試合の順位に順番に合わせて、フリーでは5本の4回転ジャンプを予定する自身最高難度のプログラムで挑みます。ありました。音楽を聴きながらイメージトレーニングをしていたんですが、急にスイッチが入ったのか超ノリノリ。羽生選手、完全に自分だけの世界に入っています。よく見るとマッサージ中のスタッフも思わず振り向いてしまうほどの超ハイテンション。